ゴールドコースト、クイーンズランド州。ゴールドコースト、ゴールドコーストは、オーストラリア連邦クイーンズランド州南東部にある都市である。オーストラリア最大の観光保養地として、世界的に有名。高齢者向けの保養施設やコンドミニアム等があり、日本人滞在者も多い。約2万3000年ほど前から、アボリジに先住民の人々が暮らしていたと思われる。 1770年5月16日、エンデバー号に乗船したキャプテン・クックが、ヨーロッパ人としては初めて航海でこの地の海岸を通過している。しかしこの航海の主な目的は、ゴールドコースト南部、ニューサウスウェールズ州北部の河川地域を調べるためで、あったため上陸はしなかった。1802年、マシュー・フリンダースは、ニューサウスウェールズより、 北の地域の測量を目的とした航海でこの地の海岸を通過している。1823年、冒険家、ジョン・オックスレーがヨーロッパ人としては初めて海岸、現在のマーメイドビーチに上陸し、入植を始めた。マーメイドビーチの名前の由来は、彼が上陸した際に乗っていた棒とマーメイド号にちなんで名付けられた。1800年代中期、内陸に入る。 建築材として最適なリードシダー、赤杉は林業に携わる多くの人々を引きつけ、内陸にある現在のネラング地区は林業を中心とする町として作られた。その後、近隣の谷や平野は牧場や佐藤木尾農場、綿花畑として急速に開発が進んだ。1885年、当時のクイーンズランド州知事であるマスグレーブが、 現在のサウスポート地区の北に別荘を建設した。この頃からゴールドコーストはブリスベンに住む上流階級の人々の静かなリゾートとして認識されるようになる。1889年にはブリスベンとサウスポートを結ぶ鉄道が開通しホテルなどの宿泊施設が海岸沿いに建てられるようになる。1925年には ブリスベンとサウスポートを結ぶ道路も開通した。同じ年にブリスベンのホテル王、ジムキャビル、ジムコビルがサウスポート地区の南、エルストン地区にサーファーズパラダイスホテルを建設。これを境に観光が盛んになる。自動車が普及し始めた1930年代にはブリスベンから多くの人が観光に訪れ、たくさんの別荘やホテルがサウスポート地区から ニューサウスウェールズ宗教にかけての海岸沿いに建設された。1933年、サーファーズパラダイスホテルが建っていたエルストン地区は名称をサーファーズパラダイス地区に改名した。ホテルは1936年に消失するもすぐに建て替えられ、動物園などの施設を含むアールデコ城の巨大な建物となった。第二次世界大戦後、 中南東部の海岸は帰還した兵士たちの保養地として非常に高い人気を集めていた。この頃までこの地はサウスコースト南海岸と呼ばれていたが活発な不動産投資や物価の上昇が顕著になった1940年代後半あたりから不動産投機家やジャーナリストたちの間でこの地がゴールドコースト金の海岸と呼ばれるようになった。この名称の起源は 諸説があり、現在も議論が続けられている。しかしこの頃から一般にもゴールドコーストという名称が定着するようになる。1950年代にも観光業は発展を続け、1958年10月28日、サウスコースト町は名称をゴールドコースト町に改名する。その後1年足らずで町は市へと昇格した。 この頃からイプスウィッチなどの州南東部の内陸に住む人々からも保養地として人気を集めるようになる。1960年代、ゴールドコーストの社会基盤は非常に大きな発展を遂げた。高層マンションなどが次々と建てられるようになり、ゴールドコースト空港が開港する1981年頃には、この地は巨大なリゾート地としてオーストラリア中で知られるようになる。 1980年代に入ると、日本の不動産業者からの投資が活発に行われるようになりさらに多くの高層マンションが建てられるようになる。これと同じ時期にドリームワールド、シーワールド、ムービーワールド、ウェットンワイルド等のテーマパークが次々と建てられるようになり、ゴールドコーストは海外から訪れる観光客に知られるようになった。1980年代後半、 企業の非倫理的な活動が目立ち始め、加えて財政難に陥った中政府が、州外や海外からゴールドコーストへの新規の不動産、投資に対して特別料金を徴収する政策等を展開し、1990年代には観光地というより、経済、不動産投資の場としての側面が強く現れるようになる。1994年、ゴールドコースト市は、 近隣のアルバート地区と合併することを正式に決め、アルバート地区は市の一部となった。1995年、合併に伴い選挙が行われ3月には合併後最初の議会が開催された。ヨーロッパ人が19世紀初めに入植を開始した、当初は林業や農業などの産業が主であったが、20世紀初頭に観光地としての地位が確立して以来、 ゴールドコーストの歴史は不動産投資ブームとそのの部分が色濃く刻まれてきたと言える。2005年には高さ322.5メートルの超高層マンション q 1が建設され、不動産投資は活況を極めている。ゴールドコースト市はクイーンズランド州のー都ブリスベンの南約78キロメートルに位置する。ローガン市ビンディ地区が北に隣接し、 市内南端の空欄があった地区ではニューサウスウェールズ州が南に隣接している。ゴールドコーストの北から南までは約 60km ある。内陸には世界遺産にも登録されているスプリングブルック国立公園がある。市の南にあるトゥイードヘッツ、ニューサウスウェールズ州トゥイードや西のビューデザート、シーニックリムまでがゴールドコーストの一部であると認識されることもあるが、 市には含まれていない。この地には、ネラング川という大きな川が流れており、海岸から内陸にかけての広い地域にわたって湿地帯が広がっていたが、現在は人口の水路が広範囲にわたって整備されており、水路沿いに住宅が建てられている。市の東部は、海岸線が北から南まで約メートルにわたって広がっており、オーストラリアでも、 非常に人気のあるサーフポイントがいくつかある。主なビーチとサーフポイント、海岸の南には、デュランバービーチ、トゥレンバービーチというサーフポイントとしては、世界的に有名なビーチがあり、ゴールドコースト市の一部と認識されることも多いが、実際には、ニューサウスウールズ州トゥイードヘッツ地区の一部である。いくつかのビーチでは深刻な砂浜の侵食の被害が報告されている。 1967年には11個のサイクロンがゴールドコーストを襲い複数のビーチで砂浜のほとんどが失われてしまった。これを重く見た州政府はオランダより専門家を招くなど対策に乗り出し、1971年には対策工事の概要が発表された。現在はほとんどのビーチで対策工事が施されている。しかしいくつかのビーチでは、 不十分なところもあり、今後州政府は、市やオーストラリア環境保護局、グリフィス大学などの研究機関と共同で新たな砂浜の管理計画を発表する予定である。美しい砂浜が広がる一方で、海水浴には常に水の事故の危険が潜んでいる。このためゴールドコーストには、ライフガード及び世界最大のライフセービングサービスが提供されており、 海水浴客を守ると同時に、地元地域に安全な遊泳を呼びかけている。州政府はこの地で、クイーンズランドシャークコントロールプログラム、SPC を展開しており、海水浴客に、サメの攻撃による被害が及ばないよう主要な、砂浜には海中にネットを張り巡らせるなの対策を、とっている。この結果、サメによる人への被害は激減したが、ごく稀にサメが現れることもあり。 この際ライフセーバーが危険があると判断した場合、海水浴客に海から上がるよう呼びかけることになっている。地は遊泳者が安全に海水浴を楽しめる、要ゴールデンルールズ運動を推進している。冬季の日本から、夏季のオーストラリアへ旅行する場合、日本よりも紫外線が強くなるため、火に当たりすぎると、日焼けや皮膚がんを起こす、可能性がある。腕や首も守れる。 襟のついた長袖、水泳用ベストや、ウェットスーツ、長縁の帽子、サングラスの着用が推奨されている。また、最低でも SPF15 以上の日焼け止めを使用することが強く勧められている。アネ体制機構である1958年10月23日にゴールドコースト市役所が設置され、地方、州、連邦の3つのレベルの行政が敷かれている。 元市長には、元オリンピック選手、銅メダリストの、ロン・クラークがいる、ロン・クラーク。サウスポート裁判所が、軽犯罪、2億5000万オーストラリアドルまでの、民事問題を扱う。基礎犯罪、刑事事件の判決、2億5000万オーストラリアドル、以上の民事事件は、クイーンズランド州最高裁所、ブリスベン、ジョージストリートで扱う。補助的に、 下級判事裁判所が空欄があったにある。ヌミンバ共生センター、内陸部のヌミンババレーにある刑務所の農園で、刑警備の施設で104人までの男性受刑者と、別当で24人の女性受刑者が生活する。観光客数、年間、最大の産業で、経済効果はおよそ年間に500億円と言われており、週最大の観光地である。 州内最大の映画産業の中心地であり、1990年以降州全体の映画産業の75%を占めており、国内ではシドニー、メルボルンに次いで3番目に大きい映画産業地である。ワーナーブラザースが市の郊外に巨大な撮影スタジオ、ワーナーロードショースタジオを構えており、数多くの映画が撮影されている。同社が運営するテーマパーク、 ワーナーブラザースムービーワールドに隣接する形で建てられており、8つの撮影用のステージ、プロダクションオフィス、編集室、衣装部屋、セット建設工場やカフェテリアなどが設けられており、南半球では最も大きい映画スタジオの一つである。州政府はパシフィックフィルムテレビジョンコミッションを通じて映画産業をサポートしている。 様々な種類の宿泊施設が提供されており、バックパッカー向けのホステルから5つ星ホテルまで、総宿泊室数1万3000室以上ある。最も一般的なのは3から4つ星のホテルである。サーフィンのできる砂浜、内陸にある世界自然遺産にも登録されている、国立公園、その他多数のテーマパークが建てられている。主なテーマパークと自然公園、 主な観光名所2005年のオープン以来観光客や地元の人たちに人気のあるスポットである77階にある展望台は州で最も高く360度広大な景色が見渡せるまた3つの高層マンションが特徴的なシェブロンルネッサンスも地元の名所であるサーフィンはゴールドコーストで人気のあるスポーツの一つである 世界でも有数の素晴らしい波の立つポイントがあり、サンドパンピングジェティ、バーレー、カランビンアレー、グリーンマウント、キラ、スナッパーロックスそしてデュランバー、厳密には宗教のニューサウスウェールズ州側にあるなどが有名である。その他のビーチでもサーフィンが楽しめる。毎年ゴールドコーストではサーフィンの世界選手権が開催されている。次もゴールドコーストでは 人気のあるアクティビティの一つである。人気のある主な釣り場として、などが挙げられる。また、淡水の釣り場としては、ロビーナイケ、ロビナレイクスや、ヒンズーダム、ヒンゼデカメートルなどがある。ネラングベロドロームは356メートルのアスファルト、ナイト設備があるトラック。常設240席臨時席150席の観客スタンド。 600メートルのフラットサーキットと900メートルと1500メートルの200メートルの傾斜を含むサーキットが取れる。近接のネラングステートフォレストはマウンテンバイクが楽しめる。講師50以上のゴルフコース、ナショナルラグビーリーグのゴールドコーストタイタンズおよびサッカー A リーグのゴールドコーストユナイテッドが存在し、いずれもロビーナ地区に2008年に建てられたスキルド、区を ホームスタジアムとしている。インディカーシリーズ2007年までは、ジャンプカーワールドシリーズのレースである、ゴールドコーストインディ300が、サーファーズパラダイス市街地コースにて、毎年10月頃に開けされていた。レースではメインである、インディ300のほか、V8 スーパーカー選手権、ミスインディコンペティションなどの催し物などが開催された。 このレースは2008年を最後に開催されていないが、コース自体は v 8 s c 等の国内選手権で、現在も使用されている。ゴールドコーストターフクラブが毎週土曜昼12時からレースを開催している。入場料金は安く設定されており、施設には、ブックメーカー、公認の賭博業者のいるセクションや自動馬券売り、飲食店などがある。また、毎年1月には、 エースとサラブレッドのオークションが開かれており、世界中の買い付け業者やファンで賑わう。ゴールドコーストは、ブリスベン、都市圏放送と、北ニューサウスウェールズ、地区放送の両方が正式に送信されている、珍しい地域である。主な FM ラジオ放送局、これ以外にも、ブリスベンから送信されている、様々な AM、FM 放送を受信できる。その他、 4つのダフキャンパス、多数の校、私立学校がある。サウスポート地区にあるゴールドコースト病院は市内最大の病院であり、州で3番目に大きい病院である。年間5万8000件以上の症例を扱っており、また市内唯一の公立病院である。その退屈かの私立病院があり、サウスポート地区にあるアマランダ私立病院や、ベノア地区にあるピンガラ病院。 タガン地区にあるジョンフリン、ゴールドコースト私立病院などが私立としては顕著な病院である。ゴールドコースト空港、国内線、国際線他にブリスベン空港も利用される。ブリスベンからシティトレイン、ゴールドコーストラインで連絡する。ゴールドコーストラインと空港線、エアポートラインは一体で運行されている。 ほとんどの列車はゴールドコーストの北に隣接する b ー、e、駅とブリスベンのパークロード駅の間には停車しない。およそ30分おきに運行されている。シドニー方面へ行く鉄道駅はゴールドコーストにはない。そのためカントリーリンクが運行する連絡バスにてニューサウスウェルス州北東部の町カジノまで行く必要がある。サーファーズパラダイスの高知ターミナルよりカジノまではおよそ3時間。 また、市内北部のヘレンズベイル駅、ヘロンゼベイルから、大学病院駅や市内中心部を経由して、ブロードビーチサウス駅、ブロードビーチサウスまで LRT が運行されている。ゴールドコースト市内の公共交通機関は、サーファーズパラダイスを中心に整備されており、サーフサイドバスラインにより運営されている。北部にある大型ショッピングセンターである、オーストラリアフェアや、 アウトレットショッピングモールのハーバータウン、北部内陸部のドリームワールドなどのテーマパーク、南部の大型ショッピングセンターであるパシフィックフェア、ゴールドコースト空港、空欄型、南部内陸部のロビーナなどへ路線が伸びている。チケットを運転手から購入するか、ゴーカードを使用することにより、最終目的地まで1枚の乗車券で行くことができる。またサーハーズパラダイスにある トランジットセンターからゴールドコスト空港やブリスベン空港への送迎バス、グレーハウンド、オーストラリアやプレミアモーターなどの長距離バスなどが発着する。ゴールドコーストブリスベン間を走るハイウェイはパシフィックモーターウェイ、M1 と呼ばれ、ブリスベン南部の8マイルプレーンズ付近で、さらに北部へと行く一部有料道路、ゲートウェイモーターウェイとブリスベン市内に行く、サウスイーストフリーウェイへとなる。 また、南部へは、パシフィックハイウェイが、ニューサウスウェールズ州との宗教で、パシフィックハイウェイとなる。ゴールドコースト中心地には、ゴールドコーストハイウェイと呼ばれる道が走り、北部のヘレンズベールで、パシフィックモーターウェイと接続している。この道路は、ゴールドコーストの海岸付近を通過し、南部のツイードヘッツ、ニューサウスウェールズ州でパシフィックハイウェイと接続する。公式 観光。日本政府、日経機関、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。